ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、クリック不要のワンツーパンチです。さて、この装置の作り方は極めて簡単。まずはアメジストの塊1個と金床4個を、ご覧のように設置します。続きまして、アメジストの塊を水没させてから、ディスペンサーを使ってボートを1底設置します。あとはディスペンサーを撤去するだけ、クリック不要のワンツーパンチ装置、完成です。それでは、この装置の使い方を大公開。まずは北の方角を向きながらボートの上に立ち、スニークキーを押しながら真下を向いて、バケツで水を回収した後、再度水を設置してください。その後、1、2回ほどジャンプすると、ボートがかすかに縦揺れし始めますので、ボートが縦揺れしている間に、マウスを右上から左下、左下から右上へと何度も往復させれば、ワンツーパンチを繰り出すことができるのです。皆様のマイクラ世界で再現可能かどうか、もしよろしければお試しください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。